ドレイク・ヤンガーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ドレイク・ワーツ。インディアナ州インディアナポリス出身。経歴の多くの部分を、ハードコア方面における活動に費やしている。現役時代インディアナ州とインディアナポリスに生を受け、やがて、イワミッドサウスに活躍した、アメリカンキックボクサーという名の元プロレスラーとヤン、ロッテントからの訓練を受けた上で、年の月日に、 岩ミッドサウスのマットを舞台にプロレスラーとしてのデビューを行った。それからしばらくの間を岩ミッドサウスのマットに活動し、2006年から7月29日に開催されたコンバットゾーンレスリングのトーナメントオブデスの第5回大会に参戦。各して CZW のマットへとデビューするに至り、それからというもの、その経歴の大部分を通して、 イはミッドサウスと CZW とを主戦場として活動してきた。2006年の9月にイはイーストコーストのデスマッチ選手権マスターズ・オブ・ペインに参戦。第1回戦目でコーポラル・ロビンソンを相手に敗れ去った。それから間もなく10月に CZW ウルトラバイオレント・アンダーグラウンド王座を獲得。2007年にあっては地元インディアナ州を舞台にイは、 ミッドサウスデスマッチ王座の初代獲得者となった上、二度目の参戦となったトーナメント・オブ・デスの第6回大会を制覇。2007年、ウエストサイド・エクストリーム・レスリングというドイツのプロレース団体のマットへの参戦を始めた年でもあった。早速サムタック・ジャックと共に行った。そこでのデスマッチでは、紙そりの葉を取り付けた椅子、ドリル、ノコギリ、有刺鉄線、ガラス、 そして注射器などといった狂気の数々が飛び交うに至った。ブレインダメージの手へと当たっていた CZW ウルトラバイオレントアンダーグラウンド王座を奪還してその幕を開けた2008年にはニックゲージの保持下にあった CZW のヘビー級王座のダッシュに一度は失敗するもその CZW のア・タングルドウェブと題された大会において ついにはゲージを破ると同時にこの王座を退官。年内に、早速、ラッカスからの挑戦を撃退した。2009年にはドイツ、WXW のマットを舞台に、ダニー・ハボックからのこの王座への挑戦を撃退。このハボック相手の防衛戦は、観客持参の狂気を交えたテスマッチになる予定であったが、地元の警察によって未然に阻止されてしまった。同日に開幕した。 WXW のデスマッチ選手権大会、ゴアフェストにあっては、サミカリファンを下して、準決勝まで進出し、ダニー・ハボック、サムタック・ジャック、ヘイトというメンツで行った、バトルロイヤル戦で敗れたものの、さらに組まれた一戦における、CZW ヘビー級王座のデボン・ムーアからの防衛に成功した。日本へ行きたい。特に大日本プロレスへ 米国のインディプロレス界で若きにありながら多くのことを成し遂げてきた状態にあって、それが自身に残された最大の目標なのであるという。2011年の一期当選デスマッチサバイバーで念願の第日本プロレス参戦を果たし、以降も2012年7月に BJW 認定デスマッチヘビー級王座戦でアブドーラ小林に挑戦するなど数回来日している。2013年、 wwe と契約を交わして入団。参加団体である nx-t に本名名義でリフェリーとして活動している。バータブレーカーと同じ形の技。リバースゴリースペシャルの体勢で頭から高角度に落とす。変形パイルドライバー。デスバレードライバー来日時から使うようになった。czw 世界ジュニアヘビー級王者時代 w、エディキングストーンほか、 アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。